はい、おはようございます。今日は4月3日午前9時ぐらいですね。はい、そして今日今日はメインの作業に入りますので、まあ、メインは、砂利かな積載かな、積載50体ぐらいをぶち込みます。まあここですね、納屋にさすがに入れますね、積載を。積載入れて、セメントで固めようかなって感じです。地面から水上がってきちゃうんで、でまああれ汚水管があるんで、そこをセメントで固めてもいいのかなっていう感じです。まあどうなんだろうな、まあそこら辺はちょっと明日役場の人が対戦しに来るから、その時にあれですね、まあ聞こうと思います。セメントで固めていいのかどうか、そこではものすごい水、地面から湧いてくる水改善するんで、まあそこを頑張ってやっていきます。まあまずはこれ片付けて、じゃあちょっと採石買っていきますかって感じです。はい、どうもイズログです。で今回は、まあ、今回もかな、また単調作業です。単調な作業ですね。納屋の片付けです。あ、そしたらなんか石材買いに行ってきやす。はい、まあこれから、まあ、採石を買いに行くんですけど、その前にね、はい、ジモティでもらってきたオフトゥーンをですね、なるべく干して出ていこうかなと思います。まだ干しきってなくて、まだあるんですよ中に。まあまだあれ掛け布団がね、紐解かないで置いてある状態で、まあ、一応あとここのコンパネ類も完璧にもう乾いたようなんで、まあ後で燃やします。まあ燃やす時になったら、あとこの2枚のね布団も畳んでから燃やします。はい、っていう感じですね。はい、じゃあ採石を買いに行きますか。いや布団が多いな。でもこれから布団がないとちょっと厳しいからね。はい、ですね、今ダイユエイトから持ってきました。50体ですね。まあ様子見の50体でどこまで行く、漏れる、あそこの砂利が埋まるのか、ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあこれ運ぶか。今回はまあひたすら採石を運んでましたね。で採石は50体ちょうどです。まあ1トンですね。さすがに1トンをえっちらおっちら運ぶのはきついっすよ。マジできつい。まあ、今回はこんな感じで根性ですね。で今回はですね、1トン分の採石を、まあ、下ろすという単調作業ですね。いやーでもこれがまたきついのと重要なんですよね。なんでかって言ったら、まあ、かなり納屋の土がですね、浸食されて、出てますね。なんでかって言ったら、その土ですか、土じゃない、いや家の隣にですね、元水田だった時なのか、そう分かんないけど、多分水田に水を引き入れていたであろう側溝がまだ残ってるんですよ。でその側溝が雨で水が、傘が増えると、なんでしょうね、なかなかいい高さまで登ってきて、納屋のところはコンクリートの基礎がないんですよ。なんでそこからちょっと納屋の中に水が入ってきて、で水が引いた時に、引いた水がその土を持ってっちゃうんですよね。そんな感じでちょっと、低いんですよね。時間があるんで、先に下ろすだけ下ろしてちょっと返していきます。はい、じゃあホームセンから帰ってきたんで、まあ、一応この玄関前のやつをとりあえずこっち運びましょうか。それで埋まるのかだけちょっとやってみますわ。50体でどこまで埋まるかちょっとやってみましょう。はい、でですね、
まあ、トラックの、まあ、玄関の前に一旦下ろして、でその下ろしたやつを、まあ、ひたすら今度は何ヤードの中に持ってくる感じですね。まあ、この間にですねホームセンに、1トン車かなを返し終わってます。でもね50体でしょ、でしかも1体20キロでしょ、これ地味にねあの辛かったっすよ。単調なのも精神的につまんなくて、あのめんどくさいっていうか つまらないし、何がつまらないかっつったら もっとつまらなくさせたのに1体20キロですよ。これ一個一個運ぶっていうのはきついっすね。まあ40、まあ2体ずつ運んでもいいんですけどね、まあ運動不足だったのもあって、この時はまだこの時はですね1体1体運びました。でまあ、ジモティでもらってきた布団も結構湿ってたんで、これまた干すっていう作業が重なってですね、しんどかったですね。布団をちょっとしまう前にはたいて、こやつらを、この納屋の奥のね、はい、この納屋の一番奥まあここら辺ね、ここにまあ行ってどれだけ埋まるのかを、まあ、ちょっと踏み固めながら様子見ていきたいと思います。で個人的にここの個人的にこれもコンパネなんだよな、多分この下もなんかあるんだわ。あ、ないか、よかった、何もない。なので、まあ、ちょっとここに砂利を敷き詰めていきます。ここからが また本番っちゃ本番っすね。なんだろうな、手前にはですねあの今年の冬使った大体6メートルかな5メートルぐらいの、 あの超長い屋根雪下ろし用のトンボがあるんですよ。でこれがまた邪魔なんですよね。だからこのなんだろう、納屋というには細長すぎるんですよこの納屋で。やっぱりその後付けで作った感じですね。でなんだろうな、土地面積と建物の床面積を足すと中途半端だし、多分納屋を建物としてカウントしたくなかったであろう作りなんですよね。なんで、まあ、不思議な作りですね。全部が全部中途半端な、作りだし、なんでしょうね、まあ、この間取りは間取りで置いといて、で特にあの、もともと水田だった土地だし、水田だった一帯なんですよね、この家の住所どこもかしこも。なので水はけがめちゃくちゃに悪いですね。でこの地域の中で一番最初に建ったであろう建物が僕の家含めた隣の製材所ですね。本当にこの製材所の周りは田んぼだったんですよ。法務局行って土地の全部事項証明書かな、あれを取り寄せて、地図の方かな、土地の概要書みたいなのがあるんで、それを取り寄せるとですね、これまたひたすら田んぼですよね。でこの建物が建った後にちょっと土地の開発というか改良は進んできてます。で僕の前の道路ですね、あそこにですねバス道だった時代もあって、まあさすがにアスファルトをの道を作るときは採石とか、盛り土をして地盤固めるんですよね。でそれに対してめちゃくちゃ遅れてきたっていうのもあったん、置いてけぼりにされたわけですよ、逆に最初に建物を建てちゃったから。なので、床下がもっと坑道よりもおおよそ40センチか50センチ低いっていう、まあ、ちょっとしかも床下の水はけが悪いっていうのと、まあ2年前の時点でコンクリートの基礎に生えた、杉中のあの根っこがバカに強い雑草ですかね、あれがコンクリの基礎に丸々穴開けたというかこともあって、まあ、側溝からも水がバチャバチャ入ってくるし、ただでさえ水含んでるから、まあ何でしょうね、雨が降って水が染み込もうとすると浸透圧がかかるんですよ。
で浸透圧がかかるともともと含んでいた水が逆流に地上に出てくる、それくらい水を含んだ、あまりよくよろしくない土地ですね。でそこにですね、無理くり基礎が立って基礎を仕込んでるもんなので、まあどうなんでしょうね、床開けた時点で、だいたい1メートルぐらいの穴掘って、そこに砂利ですかね、砂利でも砕石でも入れて、ちょっと土壌改良ができればよかったです。土の中に、まあ、日光が当たらないにしても酸素を入れる穴ですね、それを1メーターおきに何個か作れればよかったかなっていう感じなんですけど、まあまあまあ遅いですね。もうそれに気づいたのが去年だったので、床塞ぐ前にこの水はけの悪さのゲイングライドって呼ばれるものに、気づきたかったですよね。なので、まあ、コンパネもまあ取ればよかったんですけど、まあ、すでにモルタルで固めちゃってたから、まあ不可能だ、まあ、ということですね、まあ、無理くり石、砂利、砕石、砂利か砂利積んで踏み固めて、まあ、水が湧いてこないようにはなってます。あとモルタルで水を入らないようには、はい、まあね、砂利で敷き詰めるのもどうかなと思って、まあ、大体これぐらいでいいかなって感じです。まあ、ここ汚水管があるんで、まあ、何かあったら嫌なんで、セメントで固めるっていうことはしないです、よほどのことがない限り。まあ、将来この納屋をぶっ壊して、なんだろう、俺の部屋をここら辺に作り、まあ、中2階で作りてえなあなんていう、構想があったりなかったりです。はい、ですので、まあ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 、その時は単管パイプで組めばいいか。まあこんな感じで、砂利の敷き詰めが終わりました、じゃああとはね、駐車場の輪立ちを埋めて、まあ、残った砂は砂利はちょっと明日多分使うと思うんで、この中に戻します。こんな感じです。はい、こんな感じです。もう納屋は水が入ってくるところをもうモルタルで固めましたので、まだどっか隙間があるようで、砂利を敷き詰めてもちょっと砂利が濡れたりしますね。いやでも役場の人にこれドマコン打てばって呼ばれ、言われた、言い放たれたことがよく分かりましたね。隣の地図に地図上はない側溝を埋めてもらうよりかは、まあ、ドマコン打った方が早かったです。まあいろいろ勉強ですね、地区振るっていうのは。な感じです。バイバイ。